こんにちは、まさとです。りこです。関西に行きたい、住みたいと思ってもらえるような魅力を伝えるためにスタートした関西いこいこチャンネル、今回は私たちりことまさとがお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。前回の動画に引き続き、今回も西宮阪急さんを巡りたいと思います。新しいとこまだまだあるから、今回の動画も楽しみにしてください。はい、皆さんに関西に行きたいと思えるような情報を、発信していくので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで、西宮阪急に行こう行こう。今回はドンクさんにお邪魔してます。お邪魔してます。ファンがあって、で結構広いんですけど、奥にはカフェもあって、ね、めっちゃパンのいい匂いがするね。する、うん、お腹空いてきた。お腹空いたね。で、おすすめのアップルパイ、アップルパイがおすすめです ね。そういうのもあるらしいんで、楽しみです。どんどん見ていこうと思います。はい。うわー、美味しそう。シフォンケーキ美味しそう。もう少なくなっちゃってるね。ほんまや、カヌレとかもあるんや。パンだけじゃないよね。うん、ドーナツもあるし、ドンクさんって結構いろんなところにあるけど、こんなに広い店舗初めてかも、うん、これお願いします。ツナと玉ねぎのタルティーヌ、開けてもらっていいかな。はい、入れます。絶対美味しいやん。リコハンは何か食べたいのありますか。阪急限定なんや、これ。西宮阪急限定やって。西宮阪急店限定のエビのクリームホカッチャ。すごいね、限定商品あるんや。知らんかった。じゃあこれにしちゃおっかな。めっちゃスルーしてたね、最初に。お、美味しそう。はい、美味しそうです。美味しそうです。もう 前の店舗にやられて、お惣菜パンの思い、ね、せっかくやからアップルパイもね。ね、アップルパイもね、おすすめのアップルパイ。2人です。はい、はい、これもお願いします。ありがとうございます。あとアップルパイのセットを2つで、はい、アップルパイのセットを2つ、はい、コーヒー、ホットコーヒーを2つで、はい、すごいな。すごい、ね、けどこっちはコーヒーっぽいけどね。コーヒー、ほんまね、コーヒーと紅茶、水出しなんかな。邪魔、ありがとうございます。すいません、失礼します。お待たせしました。ありがとうございます。アップルパイです。アップルパイ、これが人気ってことよ ね。おすすめのアップルパイ。アイスもついてますよ。じゃあいただきます。いただきます。で、人生であんまり食べてきてないかも。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、美味しいね。うん、シナモンも効いててめっちゃ美味しい。うん、美味しいね、このパイ生地めっちゃ美味しい。さすがパン屋さんの生地がすごい美味しいね。うん、アイスと食べるの最高。最高、うん、美味しかったね、アップルパイ。美味しかった。ちょっと、ね、めちゃめちゃ美味しかった、うん、ちょっとコーヒー飲んでゆっくりさせてもらってました。はい、ゆっくりさせてもらってます。幸せ。で、ゆっくりした後は今からね、ディナーに行ってきます。はい、今日一日いろんなところを巡ってね、いっぱい楽しんで、うん、ちょっと夜も遅くなってきたので、今からディナーを食べたいと思います。います。西宮阪急さんのルスードチェサピークさんに来ました。フレンチコースの料理ね、めちゃくちゃ楽しみ。めちゃくちゃもうおしゃれで、うん、ね、超楽しみ。ね、楽しみや。西宮阪急さんの3階レディースのフロアの中に ね、まさかこんなところがあるなんて知らなかった。知らなかった。めちゃくちゃなんか雰囲気良くて、うん、すごいもう美味しそうな雰囲気がもうプンプンして行ってみます。早速入ってみたいと思います。めちゃくちゃ綺麗やね。めっちゃおしゃれ。雰囲気すごいね。めちゃくちゃおしゃれ。こんにちは。こんにちは。ドキドキ。楽しみ。コース料理楽しみすぎる。めちゃくちゃ綺麗で ね。すっごくいい場所やから。ちょっと緊張しちゃいますね。うん、緊張する。
っぱいコースあるね。うん、全部美味しそう。全部美味しそう。パイ包みコースとかめっちゃ気になるな。すごいね。あ、はい、はい、どれにする？どれにしよう。けどせっかくなんで記念日コース、このラグコースを2つでお願いします。お願いします。メニューをお選びいただくんですけども、ブイヤーベースか、ラグードブか、牛ヒレのステーキありますが、ございます。一つはブイヤーベースで、はい。じゃあもう一つは、ステーキでお願いします。じゃあ楽しみやね。楽しみ。お腹空いてきた。お腹空いてきたね。今日ずっと食べてる気がするけど。フレンチたまに食べに行くね。たまにそうですね。本当にそれこそその記念日とか、うん、誕生日とか。実家がもう男兄弟すぎてフレンチとか二十何年間行ったことなかったんですけど、リコちゃんと付き合ってから、まあ、たまにいいご飯をっていうのでフレンチとか食べに行くようになって、少しずつ作法を覚えて、そう、ね、恥ずかしくないように、うん。オリーブオイルの入れ物やったんや。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、美味しそう。やっ、絶対美味しいやん、これ美味しい。めっちゃ美味しそう。なんかめっちゃ綺麗。フレンチ来たって感じ。大好きよね、マリネ。テンションがどんどん上がってきた。今もうどん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 上がってきた。じゃあいただきます。いただきます。おいしい。もうほんまにおいしい。好きになるやんな、西宮。うん。こういうところのパンとオリーブオイルも最高やね。うん、めっちゃおかわりしちゃうねんな、こういうの。いただきます。うん、美味しい。美味しい。美味しいよね。全然おかわりしよう、うん、はい。ちょっともうマリネ美味しすぎてやばい。しかもボリュームすごいよね。うん、前菜からこんな美味しくていいんですか。大丈夫ですか、後半。大丈夫ですか、うん、うわあ、めっちゃいい匂い。うん、やば、もうこのスープのお皿大好き。大好き。綺麗よね。うん、めちゃめちゃいい匂いで、見た目も超綺麗で、うんね、ほんまに楽しみ。もう届いた瞬間からもう匂いがすごいよ ね、 ね、香りがいい、香りすぎる。あ、今もするよ。うん、わあ、めっちゃ美味しい。美味しすぎる。美味しいね。本当に美味しい。カブラのスープですね。カブラのクリームスープ、めちゃくちゃ美味しい。今が旬な、うん、季節限定なのかな。季節によって多分スープは違うかもしれないけど、めちゃくちゃ美味しい。スープとパンの組み合わせがもう最高ですよね。うん、美味しい。そんな顔に映ってんねやろな。そんな変わってない。ちょっと小顔に見える。わお。うわ、すっごい美味しそう。綺麗ね。めちゃくちゃいい匂い。うわ、ありがとうございます。めちゃくちゃいい匂いする、うん、匂った。匂った。香った。香った。すごい。これどっちも正解よ、いい匂い。すごいね。大好き、こういうの。これは何貝？ムール貝。ムール貝。いただきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しそうやね、どっちも。美味しそう。もう早く食べたいんだけど、いいですか。いただきます。何回いただきますしてんね。いや、もう何回でもする。コース料理って毎回いただきますじゃんね。リセットされる。うん、やばい。
めっちゃ美味しい、うん、うん、めちゃくちゃ美味しい、柔らかい、めっちゃこっちもふわふわです、うんうん、こっちのがふわふわです、うん、こっちのほうがふわふわ、うんうん、こっちのがふわふわムールがいただきます。ムール貝のこの苦味大好き美味しいよね、うん、美味しい。これは何の魚かな、ブイヤベースって書いてたからもうお魚だけかなと思ったけど、なんかいっぱい、うん、ね、貝もエビも、うん、で3種類のお魚も入って、うん、盛りだくさん、超豪華ね。いやどっちもいいね、さすがメインディッシュって感じの美味しさです。ほんまに美味しい。ちなみにこのイコイコチャンネルを見たよってここで言ってもらったらワインとかジュースとかがいっぱい無料になるみたいです。めっちゃいいやん、すごいよね、うん、多分詳しくは概要欄に書いてるかな、うん、なので、はい、ぜひみんな来てみてください。関西イコイコチャンネルを見たで予約してください。ワイン超美味しいのでいっぱい無料で飲んで帰ってください。わお、すごい、めっちゃ可愛い。では失礼します。はい、デザートはイチゴのカソレット花かご飾り、めっちゃ可愛い。イチゴのカソレット花かご飾りね、すごい可愛い。可愛いね、めちゃくちゃ美味しそうよね。めっちゃ美味しそう。いちごのカソレット、カソレット、花かご、花かご飾り飾りここの手作りらしくて、うん、すごいよね。ね、これ手作りってすごいね。じゃあいただきます。甘くて下のソースがちょっと甘じょっぱくて、ね、なんかラズベリーっぽい感じかな、うんうん、バニラアイスがめっちゃ美味しいし、バニラアイスでこのちょっとカリカリのやつ、これがカソレットっていうのか分からへんけどめちゃくちゃ美味しい。美味しいね、うん、うん、サクサクな、うん、ラングドシャみたいな、うん、これはもう間違いない組み合わせ、うん、これもきっと期間限定なんかな、この季節やから、うん、いちごなんかも、うん、美味しい。紅茶も美味しいよさっきはリンゴパイ、アップルパイ食べて、うん、贅沢すぎるね、チートデイやなもうぜひ皆さん記念日にやってください、うん、記念日以外でも来てください。で、いこいこチャンネル見たって言ってください、うん、美味しかったね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、ありがとうございます。どれも美味しかったね。どれが美味しかった？いや全部美味しかったけど、うん、あ、スープがめちゃくちゃ刺さったかも、ね、個人的に油のスープ、うん、美味しかったね、うん、でメインがね、そう、ブイヤベースをぜひ食べてほしいなと思った。また来たい、また来て、次はブイヤベースを食べます、うん、そうだね、次は私がお肉で、うん、今日はね、パンもさっきも食べて、うん、で、ディナーも食べて、ね、ずっと食べてばっかりやったけど、食べてばっかり、ずっと満腹で、もう幸せ、ね、幸せ、ずっと美味しかったですこのチャンネルでは、関西の楽しいところをいっぱい紹介していきたいと思うので、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。お願いします。ということで、西宮阪急にイコイコー、イコイコー。